はい、特別にもう一つ今日は新しい新技ということで、はい、教えていただけることになりましたので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そしたら逆半身の片手取りで、はい、入り投げっていう技をやっていこうと思います。はい、逆半身さっきの持ち方と一緒に手首を持っていただいて、でまずこれを取りたいんですね。でこれただ力で引っ張ると抜けないんですよ。うん、私細いのでこれただこうやってやるだけだと抜けないんですよ。こうやってこっちが引っ張れますね。そうそうそう、はい、でもこれ抜けるんです抜けますね、抜けますね。相手抜けますね。相手との接点、うん、ここが真ん中どこでも動くんですよ。だからここを押さえ込んで肘を入れると取れるってやって肩抜けますね。はい、抜けますね。そう、この抜き方ちょっとやりますか。はい、はい、でこの抜き方っていうのは引っ張るんじゃなくてちょっと相手に押しますね。当てるぐらいですね。はいはいはい、押すっていうか当てて、はいはい、肘を入れ込むと取れます。なるほど。はい、多分根内さんはすぐ取れると思う。はい、隙間が空いてるので当てて入れ込む。はい、そうです。はいはい。でこれが脱力してもできる。はい、当てて入れ込む。そうですそうです。おお。そうそうそう。おお、はい。そんな感じです。なんかわかる。でさらにこういうこと。そう。力入れないと。おお。来ました。はい。はい。簡単に取れちゃうんです。はい。はい、すごいですね。でここから技につなげていこうと思います。でここで。押さえて、で相手の後ろ側に入り身で入ります。でその時に相手の首元を背中の対角線上に落とします。はい、で今投げるので、はい、投げたらこっちの足を抜いてください。はい、でここで押さえて、はい、一歩で、はい、これが入り身投げっていう技ですね。これ結構あるんですね。衝撃きますね。後ろに倒されるんで、ここで取って入り身で相手の後ろ側に入って、ここを押さえて、はい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 、先輩お願いします。はい、これはもう力強いですから、はい、もう絶対離さないですからね。はい、本当に強いんで、顔はもうどんな感じか分かったんで全力でいきますはい、はい、握力すごいですからね。あ、そうなんですね。すごいですね。握力、はい、そうです。あれ、もう行きましょう。行きましょう。包み込まれちゃうんですけど、これが。おお、すごいなこれ。はい。いい握り方してくれて。マジですか。嬉しいです。嬉しい。結構大きに握ってますよね。ギャあ、くるくるくるパコンって言ってたねすげえ、はい、で、これで持っていただいて、はいはい、で、この時に後ろに入ります。おっ、びっくりした。おい、すいません。これもすごいアンバランスな位置に相手を持っていって技に導くものになります。そっからこういくんですよね。はい、そうです。はい、で変なんですよ、こう真後ろに立ってこの点にいて、ここから落とすと思うんですね。そうですね、ここでこの相手が2点で立てて、で、ここが相手の対角線で、背中の対角線でがもう耐えられない、耐えられないですよ、人間は。はい、弱い位置なので、ここに落とす。あああ、これあれ遊ばれた今やべえまだやってないですって言われたまだやってないです僕の気持ち分かりますよねいや、やってないです今こう、ねえまだまだって起こされましたもんこっからこういくんじゃみたいなはい、分かりました。はい、じゃあ動きとしては、はい、ここで
これを取りながら手をこれで押さえながらマイクの後ろに入れ胸入ります。で首の根元ですね、首の根元を用紙で引っ掛けてリングアウトリングアウトです先生のこう首の持ち方がまた独特、独特ですか。もうずっとやってるのでどう引っ掛けてる。これは密着、密着、密着ですね。これ指の力じゃないんですよ。指の力じゃなくてこう、はあ、今日はあ、もう両手でやってるんで、ああ、私そうですね、結構大きい人とやることが多いので、私小柄なので、はい、ここでバランスを本当にこっち押さえてあげたりとかはしますね。これ両手でやってるっていうか、押さえてるぐらい。ああ、はい、はい、これは私がやってる方なんですね。結構こう後ろに行くとひっくり返ってくる人がいるので、それを押さえてあげる。ああ、やばい、大丈夫ですか。もうダイエット食らった今。当たっちゃった。すごい。膝が取れてない。膝が取れてない。ただこの膝を柔らかくしていただいて、先ほど言ったらここ圧入ったらこんな感じ。ああ。腰が引かないね。腰がない。あ、基本ですね。そう。足で受けてここで足を。はい。あ、無駄です。膝で。まだです。あ、そうだ。まだです。あ、すごいわ。受け身は難しいですね、受け身も。はい。受け身、難しい。難しいというか、その。そうですね。はい、結構、こうやって上半身で受けると難しいかもしれない。下半身で柔らかくして。膝が硬いと結構難しいかもしれないです。はい、でちょっと練習しましょう。はい、はい、受け身の、はい、はい、受け身の方をここで、はい、これ、はいですね。あ、ここで落とせる。これが、そうですね、ちょっと技やってもらっていいですか。はい、はい、どうぞ。はい、今のこれを肘を入れて、この時に反対の手でこれを押さえ込むんですね。手が来ないように。下を後ろ側に入ってリングしていただいて、はい、リングしていただいて、その反対の手でこの首の根元を押さえて、これがここだと私すごいバランス取れて、この弱い底です。ああ、はい、でここ でまだ倒れないので、はい、でこっちを使って一歩出ながら投げるという感じの受けになるんですよ。ああ、はい、っていうのをちょっと知ってました。そうか、はい、まあ、本当にこっちがメイン、押さえる方がメインなんですけど、で最後、はい、ああ、はい、最後に投げをちょっと入れる。メインはこっち。お願いします。こっちは軽く。はい、あ、ほんとだ。あ、そうそう。これを取ります。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。はい。で、こっち。押さえます。ここに。はい、そうです。で後ろ側に入って、はい、で弱い位置、そうです、そうです、後ろの、はい、でこれをこう、はい、今が、はい、そうです、はい、そうです、はい、まあ、覚え早いですね、本当ですか。後ろに足で
そう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 。はい。はい。で、あ、そうです。そうそう。うまいですね。うまいか。うまいです。力のかけ方が。そうです。一歩出る。あ、一歩。はい、一歩出ると、はい、この内側だと結構弱い部位なんですよね、内側。あ、外側だと蹴られて全然大丈夫。自分の身を守るっていう部位で一歩出ます。ああ。はい。もう一回。はい、うまいです。本当ですか。はい。まあ、じゃあ、はい、もう一回、はい、ラストラスト、すいません。さっきちょっとこれがあれですかね。そうですね、こっちの方が、うん、それで伸びるっていうよりはもうこっちで、はい、そうなんですよ。それが、例えば崩しがないとこれだと伸びる、耐えれますね。あ、はい。はい。大丈夫です。そうね。首元投げると一発ですね。はい。なので、入り身投げは基本的に首元をメインとして投げる技になります。わ、はい、かりました。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい。いやー。